明けて3月26日、日の出とともに行員たちの祈祷が始まりました。お火松と呼ばれるこの儀式は太陽を祀る儀式です。日の昇る東側に設けられた祭壇にはおみきや生の米、餅が備えられます。竹に刺した2枚の札は村の神社の札。集落を災いから守るため、獅子舞とともに毎年行員の手で村の境に建てられ悪霊を封じます。神に捧げられた餅はおかた、ご飯はおぼきと呼ばれます。定米が契約校の各家から集めた米で作ったものです。祈祷を終えた後、行員たちはこのおかたとおぼきを口にします。派手屋を見下ろす小高い山の中腹に戸倉神社があります。神殿に納められているのは一体の獅子頭。行員たちとともに神主が祝詞を上げると、村の災いを払う神が獅子に宿ります。獅子がその姿を見せるのは一年でもわずかにこの一日だけ。しかし雨が降ったり祭りの前に不幸が起きると獅子を下ろすことはできません。2年続けて獅子舞が中止になったこともありました。神を汚して怒りを招き、集落に災いが起きることを恐れてのことです。まず集落の東の境にお札を立てると、いよいよ悪霊払いが始まります。派手屋では遠い昔から東と西の村境を越えて悪霊が忍び込み、集落に災いをもたらすと信じられてきました。獅子はまずこの東の村境で舞い踊ります。それから一日がかりで集落に取り付いていた悪霊を西へ西へと追い立てていきます。新しく建てられた戸倉神社のお札は1年間村境を悪霊から守り続けてくれるのです。西へ向かう行列の先頭を行員から選ばれたお崎さんが歩きます。続いて戸倉神社の神主と契約校の三役。白い袴と青い袴を着るのは15人。
この15人が獅子頭を交代で振る踊り方です。笛や太鼓の囃し方に続いて獅子がしんがりを歩きます。お崎さんは神に仕える天狗の化身です。榊を担ぎ塩をまきながら神の宿った獅子のために道を清めていくのです。まだ酔っ払っていい溺れっからさ。獅子舞の行列は毎年必ず同じ道を歩きます。脱ぎと下越を踏むな、近道はするなと言い伝えられています。はい、どうも。こうして行列は西に向かって順番に78個すべての家を回っていくのです。はい、笛や太鼓の鳴り物とともに獅子が最後にやってきます。庭で一回踊った獅子は必ず縁側から家に上がります。獅子は大きな口を開け、家に取り付いている悪霊を吸い込むと玄関を通って表に出てくるのです。家を出るときに加えさせるのが一丁の豆腐。獅子は激しく舞い踊り、口に吸い込んだ悪霊を豆腐に閉じ込めてしまいます。なぜ豆腐なのか、今ではその訳を知る人はいません。手作りだった頃の豆腐は固く引き締まり、そのまま獅子が加えたと言われています。悪霊が閉じ込められた豆腐は一旦お祓いを受けた後、この日の夜の直来で行員たちの食前に登ります。夕方6時、集落のすべての家を回り、西の村境にお札を立てると、祭りの行列は浜に向かいます。お崎さんに担がれ、汚れた道を清めてきた榊。榊は最後の獅子舞とともに海に流されます。契約校の最も重要な行事である春の祭典はこうして終わりを迎えます。